スバルは新型のインプレッサスポーツのフルモデルチェンジをし、2016年10月13日、発売を開始する。新型インプレッサスポーツ価格、約92.2万円から275.4万円。2.0iLi サイトと i、2.0iSi サイトを、2016年10月13日に発売し遅れて、2016年12月に 1.6iLi サイトを発売する予定だ。現行モデルは、7月24日までの注文となり、2016年9月1日、新型インプレッサの先行予約の受付を開始した。第44回東京モーターショー2015、10月30 30日から11月8日にて、スバル・インプレッサ5ドーコンセプトを発表した。 ロサンゼルスで開催予定の2015年でルーーオートショー、インプレッサー師団コンセプトを発表した。2016年3月23日から開催されるニューヨークモーターショー2016で、量産モデルの新型インプレッサーを発表した。日本では新型インプレッサージフォースポート、国内使用車を2016年7月26日に公開し、現行インプレッサーは発売から現在丸4年目を迎えており、5年目となる2016年10月頃を目指して、新型を開発していた。フロント、サイド、リアの各デザインをダイナミックかつソリッドな面構成でつなげ、スバルデザインの特徴の一つである立体的で、ま マリ感のあのるボディを構築コンパクトなセダンスタイルの要所に躍動感あふれるキャラクターラインを配しスバルがお客様に提供する価値である安心と楽しさのデザイン表現を C セグメントという限られたボディサイズの中で追求しましたすでに海外ではテスト走行が行われておりスパイショットも取られている新型インプレッサースポーツ全長 4460mm 全幅 1777mm 前後 1455mm ホイールベース 2670mm エンジンは FB202.0L 水平対向4気筒 DOHC 直 エンジンジ最高出力154ファーダストーク6000レバルーシャンズパーミニット JC08 モード燃費1リッターあたり 17.0km インプレッサスポーツにはエンジンは現在のモデルと同じものが搭載されると思われる水平対向4気筒1.6リッター DOHC 最高出力約1 5ピペデスタケ5600レバルーシャンズパーミニット最大トルク15.1キログラム4000レボシチオにすればルーシャンズパーミニットオートマチックリニアトロニック JC モード燃費1チリッターあたり18.2キロメーターキロメーターさらに新型レボーグに搭載されている1.6リッター水平対抗4気筒 DOHC 直噴ターボ DIT 最高出力170ピペデスタケ4800レバルーシャンズパーミニット最大トルク25.5キログラム1800から4800レボシチオにすればルーシャンズパーミニットトランスミッション 6AT リニアトロニックマニュアル モード付きも搭載する可能性が高いそうだ。インプレッサスポーツハイブリッドには、既存と同じ2リッター水平対抗4気筒 DOHC 最高出力、150ピペデスタケ6000レバルーシャンズパーミニット最大トルク 20.、20.0キログラム4200レボ出オにすればルーシャンズパーミニットモーターで13.6ピペデスタケファーダストーク最大トルク6.6キログラムキログフラム、さらに、フラグインハイブリッドモデルも噂され始めている。さらに、今回のモデルから、マニュアル、設定がなくなり、オートマチック車のみとなる。 中期経営計画、キワダ島2020で予告された次世代プラットフォーム、スバルグローブルプラットフォーム、SGP を採用する。この新世代プラットフォーム、SGP を一番最初に採用されるのが、新型インプレッサであり、衝突安全性のさらなる向上、軽量化、運動性能の向上、高効率パッケージングによる室内空間の拡大など、ワンクラス上の動的質感を実現すべく開発が続けられている。衝突エネルギー吸収量を現行車比1.4倍にするなど、衝突安全性能を飛躍的に高めることで、乗員乗客はもとより歩行者など周囲の人々、 とも含めた安全性能を一層強化しました。スバルシンデザインフィロソフィー、ダイナミックるソリッドを全面採用するとともに、内外装の質感を大幅に向上させた。トヨタ製ユニット、新型プリウスは THS が搭載されるが、ハイブリッドシステムも小型化によるハイブリッドモデルの順次展開は、2018年頃からと計画されており、SGP はフル電動化までは想定せずとも、ハイブリッド化を前提としているプラットフォームであるつまり、SGP はトヨタでいえば TNGA、トヨタニューグローブルオーカテクチャーと同じく今後のスバル車に採用される新型 プラットフォームということになる。 アイサイトバージョン3全車標準装備ステルカメラを用いた先進運転支援システムアイサイトバージョン3を搭載プリクラッシュブレーキを高性能化したほか車線をはみ出さないようステアリング操作をアシストするアクティブレーンキープなどの新制御を用意国土交通省が自動ブレーキ機能など安全性能を評価で満点を取ったレボーグにもアイサイトバージョン3が搭載されており安全性と運動性能を兼ね備えたスバルらしい車となりそうださらに先進技術で資格を減らしドライバーを支援するアドバンスドセーフィパッケージ 純装備するアクティブトルクベクタリング上級グレードのみ危険回避性能をさらに高める新機能旋回時 VDC によってフロント内輪側にブレーキをかけることで相対的に外輪側の駆動力を大きくし旋回性能を高める。 スバルリアビークルディテクション四角車両検知ドアミラーからは見えにくい五速報の車両を検知しインジケーターの点灯によってお知らせまたその状態で自車が車線変更しようとした場合インジケーターの点滅によって注意を促します車線変更支援となり車線の後方から高速で近づいてくる車両を検知しインジケーターの点灯によってお知らせまたその状態で自車が車線変更しようとした場合インジケーターの点滅によって注意を促します交代時支援駐車場などからの交代時自車の高速砲から接近する車両を検知しインジケーターの点滅と警報 でドライバーにお知らせしますグレードはアイサイトバージョン3を全車標準装備によりグレードが統合される。 新型インプレッサスポーツ、1.6i、l、i サイト、2WD192 万2400から、213万8400円、awd213 万8400から、235万4400円、1.6i、l、i サイトブラックレザーセレクション、2WD224 万6400から、213万8400円、awd213 万8400から、200万400円、2.0i、l、i サイト、2wd216 万から、230万5800円、awd237 万6000から25、252万。 2800円。 2.0iL アイサイトブラックレザーセレクション 2WD241 万3800から246万7800円 AWD262 万9800から268万3800円 2.0iS アイサイト 2WD237 万6000から243万円 AWD259 万2000から264万6000円 2.0iS アイサイトブラックレザーセレクション 2WD248 万4000から258万円 AWD270 万から275万4000円新型 インプレッサスポーツハイブリッド 2.0i s アイサイト 2.0i アイサイトアクティブスタイル 2.0i アイサイト室内空間室内長 1450mm 鉱石格納時プラス2 5 m m 荷室幅下最大 1034mm 鉱石格納時プラス1 0 0 m m 荷室幅上最大 1039mm 鉱石格納時プラス 9mm 新型インプレッサスポーツは9.5インチサイズ 110cm のゴルフバッグが3つ綺麗に詰めるカラ全7色クリスタルホワイトパール特別色ダークグレーメタリックピュアレッドアイスシルバーメタリック クリスタルブラックシリカ、クオーツブルーパール、ダークブルーパール、車体本体価格プラス3 2400円となる。気になる発売日は2016年10月13日である。